大美の御船は奈良時代後期の皇族、貴族、文人。はじめ御船王を名乗るが親戚降下し、大美の正都生となる。公文天皇のひ孫。匠と池部王の子。下には十四位した行武教。君位は君三等。天平年間に闘争同戦に従って出家し、元海と豪す。 高検庁の天平商法3年30人ほどの、章に対して、新人生の姿勢効果が行われた際、直命により減続して、三船王に戻った後、大海の正との姿勢を与えられて親戚に降下、大海の三船と名を改めた。後、式部を進む、うちじを歴任するが、天平商法8年朝廷を誹謗したとして、出雲守、る、大友小慈悲と共に、英子府に禁錮され、 まもなく放免されている。順任朝では、終わりすけ、三人同巡察氏を経て、天平法治5年15位した、駿が守るに除任されるなど、地方官を歴任する。天平法治6年文部所有。天平法治8年8月に、三作守るに任ぜられ再び地方官に転じる。同年9月に発生した、江美義勝の乱の際に、藤原中丸が宇治から、 大見国へ逃れ各地に使者を派遣して、兵馬の調達をしていたところ、作り池しとして、ため池を造成するために、大見国世田にいた三船は作り池し方岸、佐伯美濃と共に仲間の使者とその一味を、捕獲するなど、貢献上皇側に加勢して活動する。乱後、三船は功労によって三回昇進して、生後以上へ少女と、空山等の助君を受け、大見助に任ぜられた。 また、天平神後2年になってから、高伝20兆を与えられている。聖徳朝では、兵部、大助自重を歴任し、天平神後2年には、東山道巡察士に任じられる。しかし、巡察士として、名誉や栄達を気にして、地方官に対する検察が厳格に過ぎ、特に下屋国の国士らの不正行為に関して、下月助、湯下薩馬のみに対して、 外出を禁じて職務に就かせず、さらに薩摩が恩赦を受けた後に、さらに弁絶を振るって、罪に問おうとしたことが問題とされ、翌神後慶運元年6月に巡殺史を解任され、8月には多罪承認に転じている。公認庁に入ると、法棄2年の尾坂部大輔と教官に服し、後大学柱、文章博士などを歴任して、法棄11年14日下に除せられている。 関竹友の延暦三年行部教に転じるが、翌延暦四年七月十七日即挙。去年六十四。最終官位は、行部教授四位した県、稲葉守。聡明で鋭敏な性質で、多数の書物を読破し文学や歴史に通じていた。また書を書くことを非常に好んだという。奈良時代末期に文人として、石上や勝つと双壁を成し、二人が、 文人の首と称されたという。若い時に、当人の訓導を受けたそうであったこともあり、外転、監視にも優れていた。警告衆に、監視五種を乗せ、現存最古の監視衆、開封層の戦者とする説が有力である。また、尺二本紀書院、式には、三船が、神武天皇から、岩章天皇までの全天皇と十五大帝に、数えられていた。 神宮皇后の官風志望を一括先進したことが記されている。文武天皇の書室は開封層であり、この志望にも三船が関与した可能性はある。広辞苑第七版では、大海の御船は神武天皇から公認天皇までの官風志望を選定したとも言われると記されている。また、法1十年には、元神の伝記、東山東へ東西伝を記した。 俗日本記前半の編集にも関与したとされる。日本高僧伝用文章に、遠略総録の、大見小事伝が一部残っている。上岸15年に、大宮孫聖を賜物組みされた、大見の浜なり、河野氏を参戦の子孫とする系図がある。俗日本記による。ありがとうございます。